6月21日月曜日、山里保育園の畑で5歳児35人がジャガイモの収穫を行いました。これは食育の一環として10年ほど前から毎年行われているもので、子どもたちに収穫の喜びを肌で感じてもらおうというものです。今年3月に種芋を植えた園児たち、畑の中でジャガイモがどう育っているのか興味津々な様子で、ドキドキしながら一気に引っ張りました。根元の部分が切れてしまったようですが大丈夫。お芋の部分はしっかりと土の中にあります。全然ない。めっちゃでかいのあった。少し掘り起こすとジャガイモがゴロゴロと出てきて、園児たちは大喜びです。ジャガイモさんあるかな。おー、取れたね。皆さんジャガイモが傷つかないように優しく掘り出していくと、ほら見て、でかいでしょ。早くサザエ虫。子どもたちの笑顔を見るのが楽しみというボランティアの水谷貞夫さんに、この日もお世話になりながら、友達と協力し合ってジャガイモの収穫と土いじりを楽しんだ園児たち、あっという間にカゴがいっぱいになっていきました。この日収穫されたジャガイモは後日給食のカレーなどに入れてみんなで味わいます。山里保育園の小川由里園長は、あ、これ僕が取ったやつだといつも美味しそうに食べてくれます。野菜嫌いな子が多い中で、このような体験を通していろんな野菜を好きになってもらい、たくさん食べて健康に育ってほしいですと話していました。ありがとうございました。一輪車2杯分のジャガイモを笑顔で嬉しそうに運ぶ園児たち、これから大根やさつまいもの収穫も楽しんでいくということです。